皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は大人気の間違い探しを5問出題します。解いた感想をぜひコメントくださいね。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててください。回答時間は90秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。ママ友のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、左のお母さんの跳ねている髪が反対になっていました。2つ目は、口紅の色が赤色になっていましたね。そして3つ目は、赤ちゃんのスタイの柄が消えていましたよ。気づきましたか？それでは次に行きましょう。2問目です。猫のアマビエのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、真ん中の左の猫の横が変わっていました。2つ目は、真ん中の右の猫の鈴が半分になっていましたよ。そして3つ目は、下の真ん中の猫の口元が変わっていましたね。時間内に見つけることができましたか？間違い探しは
空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。3問目です。アクアリウムを始める男の子のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、水槽の大きさが大きくなっていました。2つ目は、水草のここが消えていましたね。そして3つ目は、男の子が見ている本の柄の向きが変わっていました。4問目です。銀杏を拾っているイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、イチョウの葉が増えていました。2つ目は、ここの銀杏がなくなっていましたね。そして3つ目は、右の木が太くなっていましたよ。細かい間違いでしたが、見つけることができましたか？それでは最後の問題です。さまざまな薬のイラストです。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。まず一つ目はチューブが小さくなっていましたね。二つ目は目薬にデザインされている目が反対になっていました。そして三つ目は薬の箱のここのデザインが変わっていましたよ。反対になっていましたね。薬も塗布薬、内服薬、点眼、軟膏など様々ありますね。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますのでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料のノートレプリントとして配布していますよ。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。